10月18日のケリヒメスイーツ。木曜日、更新があって、無料スロットがあるぞ。今回は、新娘メンバーだ。あと、ハロウィンのところで新ステージが入り、そんなもんかな?やはり、大した更新はないけども、二色。龍が如くを思い出したが、二色って言われると、侍。劇娘を増やした方がいいと思うんだよな。普通の娘メンバー増やしたところで、出撃できる数には限りがあるし。で、お化け亡霊騎士。これ前にもあったやつだよね。幽霊船が現る。あと前からあるハロウィンのステージ。スロット。新覚醒武器登場。11回回すなら1回。覚醒武器いずれか一種確定。回さない。スーパーチョキこれ。チョキの娘メンバーが当たったよ。いらない。ということで、スロットはこれ以上は回しません。取っとこ。ハロウィンステージ、時間限定のもあり、あと、幽霊船現る。アイテムゲットしきってる。覚醒色なしでのクリアか。普通にクリアしよう。久しぶりに。ノーマルステージだから属性は適当でよしと。アンデッド系がいるので、このハートを取ると、そのハートの波動でダメージを与えられるんだけども、まあ、クリティカル系なり、多段ヒット系とか、そこら辺で十分。昔はね、ちゃんと銀融詩人とか、回復系でアンデッドにダメージとか、そういうこともやってたけども、そんな必要もなくなったよ。さあ、そこの真の像を挑戦して、ぶっ潰すのです。生き残ったね。何がいいだろう。まあ、青箱を刺しておくのが、なんかな。普通に叩くとこういう1位だけども、ヒット数がめちゃめちゃ多いジャッジメントとか、そこら辺を使えば、割とご利用せるんで。あとは、このようにクリティカルで、そんなの関係ねえとすっぱり。バトル4。火の玉のやつは、アンデッドじゃないんだよ。普通にダメージが通るよと。適当に蹴ってるとたまにクリティカル出ないときあるからね。逆にオーバークリティカル引かない方が珍しいぐらいなんだけど。ほい、強戦士で、えい。しかしもう、あとは覚醒色抜きチャレンジとかはめんどくさいんでやる気はないんで、アイテムもゲットしきってるから、特にやる必要はないかな?楽にクリアできまして、お、これはビービービーならない。なんかちょっと、空きがあるかなと思ったんだけど、しょぼ!経験値4倍でこれ、これはしょぼいね。SYOBOI ですね。これは達成報酬とかやりきってないからクリアがついてないだけか?メンバーラッシュでなく、ハロウィンパーティーじゃなく、残り 20% は気にせずに。未達成。王冠、ほにゃららこいか。めんどくさいっすね。ここら辺ってさ、達成済み、未達成のところになぜかあるんだよね。なんなんだこれ。一回クリアしたらいいのかな。ランク568。じゃあ5やってみる。後から追加されてなんだろうけど、もう更新された時点で達成してたら、そこはさ、メニュー開いた時点というか、なんか一ステージクリアした時点でもう
OK ってことで、そっちも一緒にね混ぜてゲットさせてほしいな。これでもう一回とりあえずやってもらえるならまだいいけど、もらえなかったら完全にバグだね。ぬるっとサクッと終わる。一応テクニカルがあるからそっちは属性気にした方がいいかな。いやーでもゴリ寄せるステージでしょう。これもうん、特に確執するべきこともなくなってきたので告知します。10月21日に、いろんな番組の MC のおなじみのひげおやじさんのチャンネルのトーク番組に出ます。日曜日です。多分7時とかです。ひげおやじさんのチャンネルをチェックしておいてください。丸。そしてその翌週、ほにゃららかんたらほにゃらら、うん、こっちはまだ情報解禁されてないので OK が出たら告知します。チョリン。楽なステージだったな。こっちの方が経験値いいね。いや、さっきのステージの経験値のしょぼさはまずいよ。あれだったらゼロの方がまだ心地いい。やっぱり一回やってやんないといけないのか。なんか腑に落ちないところもあるな。うん。で、今日は木曜日なんで、その更新があってって感じか。今日は経験値ためぐらいで、で、明日になったら、強化費が 30% オフになるんで、そこで強化って感じかな。うん。よし。じゃあ、プチ更新がありましたけども、新ステージではありません。これ表記変えた方がいいですね。使い回しのステージです。いつも通り。はい。ってな感じで、今日はここまで。また明日。